そうですね、高校の時に介護の勉強、リハビリだったりとかそういうものを勉強していたので、このお仕事をしてなかったら挑戦していたんじゃないかなと思います。一つの作品が終わると、あ、もっとああすればよかった、こうすればよかったって、のんのの撮影でも紙面が上がってくると、あ、この表情もっとこうすればよかったって、なんか自分の中で課題が尽きないというか、100点に絶対ならない仕事だなっていうのを感じてから、そこに魅せられて続けているっていう感じですかね。辛いこともあるけど、難しいことも大変なこともあるけど、それを全部払拭させてくれるぐらい、一つの作品が終わった時は楽しいなって感じます。これから新生活を迎える皆さん、新しい環境に入るとやっぱり迷ったり大変だったり悩むことってたくさんあると思うんですけど、ぜひ新しい環境でも頑張ってください。